そうですね。ですよね、はい、基本的にね。で一応下、足元でチューナーも入れてました。あ、そうか。今日は何の集まりでしょうか。今日はですね、宴をしようかなと思ってます。今日はですね、10月の21日、秋休み10周年記念、ライブ、10年目のコスモスということでナンバーハッチの、ライブが行われるんですが、そちらの、ゲネ練習ということで本番さながらにしようかという、ことで、ただいまですね10月の19ですかね。9ですね。ですね、今日の、あれ、ちょっと邪魔やな。今撮っとんねん、魚眼レンズで撮っとんねん。じゃあ紹介します。秋休み本気タバコ、そしてリーダー川本智樹。魚屋の智樹です。どういう意味？魚眼だけにね。はい、魚眼だけに、はい、ありがとうございます。拾いました。相方10年目やってますから。さすがよ、はい、ありがとうございます。毎回こうやってゲネプロやるんですか。ゲネプロは大概大きなライブの時はしますね。あ、そうですか。はい、これあれっすよね、終わってからの多分なんか使いますもんね。どこで？セットリストです。ああ、そうですね。あ、見せん方がいい。もしかしてちょっと今日の夜ぐらいに 1分間ぐらいだけこの4つだけあげるかもしれないんで。僕はただのボーカルなんですることがないというね。荷物もないみたいな。そうなんですよね、本当に。マイク1本ポケットに入れとけば大丈夫なんで。ここで用意してないマイクなんですか。マイク使いたいですけどね。まあほんの、今日はゲネの映像見れるんですかね、これ見てる人は。そうですね、若干見れるんですか、ね、若干見れると思いますね、はい、ちょっとどういう感じなのかちょっと見てください。どうぞ。